はい、皆さんこんにちは。物販講師の黒沢です。今回は武漢で発生して現在世界的に蔓延しかけている新型肺炎に関係した話題なんですが、私が物販セラーとして一つ皆さんにシェアしておきたい情報があるんですね。それはマスクの転売屋っていうのがものすごく増えているんです。マスクを買い占めて高額で売る、定価の3倍以上で売るっていう人たちが増えていて、これってよく起こることなんですよ、こういうパターン。でもこういった転売のやり方、物販には至ってないです。ただの転売です。転がし販売ですから、右から左へ商品を流してリザヤを取ろうっていう、こういったやり方っていうのは絶対に皆さんは目指さないでくださいと。で、やっている方は恥を知れっていうことを、私自身物販セラーとして物販講師として声を大にして申し上げたくって、この動画撮らさせていただいております。私自身っていうのは、自分が必要なマスクっていうのはもうすでにね、用意していて、それは別に武漢の肺炎が発生したからっていうわけじゃなくって、常にストックはしているんですよ。なんかあった時のために一箱ぐらいですけれども、自分がと家族が必要な分っていうのはストックしているので、自分のマスクに関してはね、買い足す必要っていうのは現状ないんですけれども、例えば中国の友人だとか、なんか必要だと、で地元にないっていう人がいたら送ろうかなと思ってマスクをアマゾンで調べていたらですね、これ見てみてください。どのマスクも在庫切れになっているのっていうのは分かりますよ。そこは理解できますよ、みんな買うって。ただじゃあ在庫切れになっているから、じゃあどっから買えばいいのかなと思って見てたらですね、もうたくさんのセラーがもう定価の何倍もの価格でこういったマスクっていうのを売ると、自社発送で売るという状況に至っているわけですよね。で、これは私は心当たりがあるんですよ。それはアイコスが発売された時もそうなんです。全く同じで、その時は YouTube の動画とか、あとはネット上の記事だとか、知り合いの情報とかでもいろんなことが耳に入ってきた、目にしたし耳に入ってきたんですけれども、大量に買い占めたアイコスとかをドカーンって山みたいに積んで、これがすごい儲かるんですよ、へへへみたいなこと言ってたやからもいるんですけれども、その売り方はやめましょうよって私としては言いたいんですよね。で、今回もですね、例えばマスク転売ヤーなどで検索すると、まあ、こういった情報が出てきます。新型コロナウイルスでマスクが品薄、メルカリなどで高額転売、本当に必要な人が買えないの声みたいな情報だとか、あと他の記事もそうです。新型肺炎でマスク転売ヤーが出現、定価の3倍で取引もみたいな、こういう情報がね、嫌というほど出てきているんですけれども、こういう売り方っていうのは被害者を生みますから、こういった物販っていうのはしないでください。これは物販じゃなくて、まあ、転売ですけど、ただの転がし販売なんで、こういった販売っていうのは皆さんしようとすること自体がセラーとしておかしいと私は個人的に思っています。本当に必要な人が正規の価格で買えずに、その商品っていうのを何倍もの値段でいたしかなく仕方なく買うっていう状況は、真っ当な物販市場がやること、物販市場で売っている人だ、真っ当な人たちがやることではないと思うんですよ。そんな売り方して一時的に自分が儲かって楽しいとか、自分が儲かりゃいいやみたいな発想をしている人が、そもそも物販セラーとして Amazon の中にいるっていうこと自体が恥さらしすぎて、私自身はそういう人たちっていうのは、まあ、許せないって言ったら変な言い方ですけども、ちょっとね、恥ずかしいなと個人的にはすごく思ってます。だって単純にアイコスっていうのも、欲しい人が必要な分を買って、あとは友達に頼まれただとかね、事情があったりして買って、まあ、友達に送ってあげるだとか、そこまではいいですよ。それを何十個も買い占めておいて、価格を吊り上げておいて、で少しずつ少しずつ吐き出して儲けようっていう、その発想がなんか薄汚いというか、姑息ですよね。私はこういうやり方っていうのはやっちゃいけないっていうふうに思ってます。例えばですよ、ちょっと頭か働かせりゃ分かることなんですよ。例えばマスクが必要な方、我々も必要ですけれども、特に免疫力がない小さなお子様だとか高齢者の方っていうのは、優先的にね、それこそマスクっていうのをつけておかないと、それこそ成人の30代の自分よりも免疫力がないから、ただでさえいろいろなウイルスにかかりやすいなんていう状況があるわけですね。
で、そういった高齢者の方で裕福な方はいいけれども、それこそ生活保護ギリギリのところで年金暮らしをしてらっしゃる方とかもいらっしゃるわけですよね。で、まあそれこそ近くに身内もいなくって普段もう一人っきりで暮らしているような方だって絶対いらっしゃるわけですよ。で、そういう方がなけなしのお金をはたいてね、ほんと食費でお金払ったらもうそれでカツカツのような人が、でもウイルスっていうのが怖いから、新型肺炎怖いからって言って近所のスーパーに行ったと。で、なるべく安く買おうと思って近所のサンドラッグだとかいろんな薬局だとかね、スーパーだとか行って買おうと思ったらもう全然売り切れてたと。じゃあそれが本当に必要な地元の人が買ったから売り切れてたらいいんだけれども、そうじゃなくって、その転売屋が買い占めてしまってなかったのであれば、その人はマスクを手に入れることができないわけですよね。で、正直日本のアマゾンっていうのはアメリカのアマゾンと違ってね、やっぱり高齢者の方、そもそもインターネット使える方って少ないんですよ。他の動画でも話した通り。だから私はアメリカのアマゾンの方がいいですよね、老若男女ターゲット層がいますからいいですよねと、買われる方がいるからいいですよねって普段話してるんですけど、それ裏を返せばやっぱり日本だと、じゃあネットで商品買おう、アマゾンでマスク買おうっていうおじいちゃんおばあちゃん、なかなかそうできる人が少ないから、本当地元の、しかもおみ足が悪い中で歩ける範囲の場所でしかね、物を買う術がないっていう方もいらっしゃるわけなんですね。で、そういう方が定価で買えないと、正規の値段で買えないっていう状況が起こっちゃうわけだし、そういう方でインターネット、例えばアビバとかで勉強して、じゃあインターネットで買おうと思ってね、そこまで買えたと、買える状況、インターネットを調べられる状況だったとしても、ネットで調べたらこのざまですよ。アホみたいに高く全部売ってるんですよね、いろんなマスクが。在庫切れになってるのはまだしゃあないとして、とんでもない価格で売ってるわけですよね。超立体マスク100枚入りっていうのが5人のセラが売っていて9000円より、そんなわけないじゃないですか。こういう状況っていうのをわざとね生み出してしまうっていうのは、それはおかしいんじゃないかなと思うんですよ。で、小さいお子様がいるお母さんだってそうなんですけど、子供って一人生まれてね、で、その乳幼児から育てていくって、やっぱり多大なお金がかかるわけじゃないですか。公立に通わせたって、成人するまでに1000万近くかかるし、私立通わせるんだったら、まあ2000万近くかかる場合もある。医学系だったらそれ以上かかる場合もあるわけですよね。で、生まれたばっかりだと、それこそ出産でもう何十万円もね、お金使ったりだとか、検診でお金使って、サラリーマンのご夫婦がそれでも幸せな生活を営みたいと思って、本当に、なんだろうな、もう子供のためにお金をね、なるべく使ってあげたいっていう思いで、子育てをしていて、その子供が病気にかからないように免疫力がやっぱりご高齢者と同じようにないから、そのやっぱりなけなしのね、普段から節約して旦那さんも一生懸命働きながら、それでもやっぱり学費を貯めなきゃとか、学資保険をちゃんと積み立てなきゃだとか、そういう思いでお金をね、少しずつ貯めているような方がいらっしゃって、そういったお子様が、そしてそのお子様と普段から接するご両親が、少しでもそういった新型肺炎のリスクを下げるべく一生懸命働いているなけなしのお金の中でこういったマスクを買おうとしているのに、地元だとそれこそ転売屋にもう買い占められて全くないだと。で、そういう若いご夫婦であればね、ネットで見ることはできると思うんですけど、アマゾン見たら結局またこのざまですよね。こういう状況になってしまっている現状を考えていても、やっぱりそういった転売のやり方っていうのはもう絶対的におかしいと私は思ってるし、それでも儲かりゃいいんでしょって思ってる人は、なんて言うんでしょうね、いやー、それはセラーの考え方ではないと思いますよ。それは銀行強盗の考え方とかオレオレ詐欺の考え方と大差ないと個人的には考えているんですね。だから今回が初めてじゃないんです。例えばこういった今回パンデミックみたいな状況、世界的な感染症の不安なことをパンデミックって言いますけど、パンデミックみたいな状況になっていたりだとか、あとはその電子タバコの一件もそうですよね。まあ、ニーズがあるからこそそこに目をつけてこうやって買い占めたりだとかする人っていうのは昔からいるのは確かなんですけど、現在ね、少なくとも私が言いたいですが、自分みたいに物販を教える立場の人っていうのは、このやり方は進めないでくださいよ、こんなやり方。
こういうやり方っていうのを進めて、みんなで稼げるから今のうちにマスク買い占めて稼いじゃおうぜっていうのを、塾単位だとかスクール単位で情報を流してやられると、とんでもない話になっちゃうんですよ、こういう状況に。で、欲しい人が手に入れられないっていう状況になるし、こういうことを考えるんだったら、もっとちゃんとした頭の使い方をして物販に取り組まないとダメです。だからこういった、今回はマスク、この新型肺炎なんて特に命に関係することだからね、まあそれこそ電子タバコのアイコスの時は別に吸わなくても命に関わらねえじゃねえかって言われたらそれまでなんですけど、今回はそれと話が違いますから、余計ふざけてこんなことしないでくださいよ。いや、本人はふざけてねえよ、これで自分は飯の食いぶち稼いでるんだって言うかもしれないですけど、こんな飯の食いぶちの稼ぎ方なんてありえないですから、こういったやり方っていうのはしないでください。それをぜひぜひね、皆さんにね、今一言言いたかったというか、この動画見てる方は本当にご理解いただいている方がご覧いただいていると思うんですけれども、本当にね、もし、まあ、千が一でも万が一でも、この動画を、こういったことをやってる人が見てるのであれば、この出し方をして、それで飯の食いぶち稼いで、幸せなんかな、というふうに思っちゃう。それは自分の生き方として胸張って言えるんですか？肺炎が流行った時、それに乗じて、マスク買い占めて儲けたんですよ。へへへって言えるんかと。私は言えないですよね。こういう稼ぎ方はしないでください。本当に心からのお願いと言いますか、まずこういう稼ぎ方もいいねって思っちゃう、そのマインドが、性根が腐りきってますから、そこら辺から物販とは何ぞやっていうことを、転売でも、ちゃんとした転売だってそれはありますよ。だから、背取りの方でも知り合いいるし、堅実な方っていうのも知り合いいます、何人か。だから、その、背取り自体を、転売自体を否定してるわけではないし、それ自体も一つのやり方としてね、私がやってる中国、アメリカよりも気軽に始められるっていう利点はありますから、それ自体をどうこう言うつもりは本当ないんだけれども、これに関しては本当へけへきとするというか、個人的にはね、なんだこれっていうところがあるので、今回話させていただきました。本当にね、ちゃんと、本来ならば手に入れられた場所で手に入れるべき人、特に免疫力が低い小さなお子さんだとか、そのお子さんの周りで暮らしているご家族だとか、ご高齢者の方でね、まあ今貧困に比較的あえいでいるような方だとか、そういった方々に届けるというか、そういった方々が正規の価格で、定価でいいと思うんですよ。だから定価であればね、定価で購入できるっていうことを切に願っています。自分が何ができるのか考えるのか大切だっていう話なんですけど、何ができるのかって、これじゃないですよ。こんな転売しょうもないやり方しちゃダメですよ。これが何ができるのかじゃなくて、これはやっちゃいけないことだっていうふうに考えていただければ幸いです。最後までご清聴ありがとうございます。では失礼いたします。